OK でしょう。あれ、パセリ取れちゃうもんだね。そうですね。まあ、俺たちのジャッジが甘いのかもしれないけどね。いやいやいや、こんなもんでしょみたいな感じ。いや、でも、はい、やり直せばいいってもんじゃないな、確かに。そうそうそう、そうだね。やればやるほど、やるほど。なんかどうだろうみたいなね。走っていく前もう一回できるじゃん。っていうね、こう。でも、訳が分かんなくなるので、どれが良かったんだろうみたいな。ね、だから、割とあっさり一発目、パッとこう、取った方がね。一本でいこうって言うから、そうそう。そう巻きでいこうって言うからね。テープチェンジ、いらない。一本でいこうっていう。かっこいい。30分しかないんですけど、っていう。一本でいこういや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 。青森はどうでしたか、ね、青森は。よかったですね。あ、まあ、ちょっと僕行く3日前から、うん、ようやく昨日一昨日強くなったんですけど、うん、ものすごい風邪ひいてました。あ、そうだったんだ。39度そんなに熱出してたぐらい。あらら、じゃあ本格的に具合が悪かったの。もう解熱剤を3日目に飲んだんですけど、うん、それまでも38度以下には1回もにならない。あらららら、もう調子悪くて。あらら、そんなんだったんだ。あ、なんかタイミングが悪かったんじゃない。もう青森行く体力あったんですけど、新幹線で、まあ、新幹線で死んでましたけど、外見ながら、だからこうだるで、着いてからも当日はまあちょっとわーっとテンションもあって、はい、帰ってからね、それ、じいちゃんとおじさんと酒飲んで、はいはい、あー楽しいね、あんまりねーなんつー飲もうよ飲もうよなんつーって、次の日の朝からその日は泊まって、次の日泊まって、はいはい、その次の日帰ったんですよ、はいはいはい、次の日から帰る日までもうほとんど死んでる。寝っぱなし。で、夜はちょっと精つけなくちゃなんですって、うん、まあ、焼肉食って元気だぜ。焼肉屋行って、で、まあ、ハラミだ、ホルモンだ、カルビだ、牛タンだ、はい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 、わー出されて、もう味覚が狂ってた。あ、もう、ま、何食っても油食ってるみたいな。うえぇって言ったって、もう一番うまかったのが、だから冷麺。さっぱりするねっていう。もう全て、でも食わないのも僕こう出されると食わなきゃ悪いっていう気持ちがある。まあね、それ確かにあるよね。もうどんどん来るもの全部マッコリで押し流してうまいねーなんて言いながら、味わかんないけどねって思いながらわー食べて飲んで、どんどん具合悪い。でもその日の夜ももう6時ぐらいに焼肉食ってたんで、もう9時ぐらいだったら地元の友達と飲み行こうかなと思ってたんですけど、もう9時頃には寝っかな。全然寝れなかったんですよ。それでも具合が悪くて。なくて。なるほどね。なんか違う病気なんじゃないかな。風邪じゃねえんじゃないかなと思って。ようやくほんとここ2日ぐらいでやっと症状が出た。ああ、よかったね。これも取れないと思って。だから、これ無理かもねっていうぐらいの感じ。断ろうかなと。でもやっと調子が良くなってよかったね。だから全然楽しい記憶もない。ゴールデンウィークなのに、せっかく地元に帰ったのに。その解熱剤で熱を抑えてるもんで、頭痛がするんですよ。ああ、そういうもんなんだね。偏頭痛みたいな。はいはいはい。全然もう、お土産屋行っても、これがいいかね、これがいいかねって聞かれても。うん。空気だけが漏れてるみたいな。言いたいんですけど声にならない。ならない。空気だけがひょろろろと漏れてるみたいな。何言ってんの？何言ってんの？察せよ。そんなゴールデンウィークでしたね。なるほど、思い出深いゴールデンウィークになったね。まあそうですね、ある意味ある意味思い出深い、忘れられない、はい、ゴールデンウィークになってました。